社長と申します。じゃあ今日は初めて、僕たちコラボレーションするということで、はい、トラベルフォクサーそうですね、トラベルフェンサー北斎で、フェンサーっていうのが、はい、フェンシングしている人のことを、まあ、フェンサーって言うんですか。初めて知った。そうなんです、そうなんですよ。なので、で僕昔、はい、旅行業界にいたので、はい、まあ、トラベルと、まあ、フェンシングしている人ってことでトラベルフェンサーっていう形で、病院にっていう YouTube チャンネルやってます。はい、ありがとうございます。はい、さっきちょっとカポエラを体験していただいたんで、はい、北斎さんのチャンネルでまた見ていただいたら面白いかなと思います。で、僕からは、まあ、全然僕フェンシングってあんまり知らないので、フェンシングちょっと聞きたいなと思います。はい、何でも聞いてください。フェンシング、まあ、どういうことか、まあ、どういうことだって知れてるさあ、じゃあ明石市明石にやりましょうか。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ気をつけの姿勢とってください。はい、で、左足を90度こっちに向けてください。はい、で、前足を一歩前、あ、そうです、そうです。で、腰を中腰に落とします。はい、で、右手は前に構えます。そう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 。で、左手はこう、はい、ストップ。そう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 。で、これがフェンシングの基本の構えです。中腰ですね。カポエラも多分中腰でやると思うんですけど、で、その時に押して、そう、倒れないように。はい、倒れそう。そうそうそう。やっぱすごい体幹がしっかりしてるから。じゃあオンガードお願いします。この状態から、前に行きたいとき、前に行きたいときはマルシェって言います。マルシェって言ったら一歩前に、前足を前に出して後ろ足を引きつける。じゃあ次は後ろに行きたいとき、後ろに行きたいときはロンペン、後ろ足からロンペン。そう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 、ロンペン。はい、マルシェ、ロンペン、マルシェ、ロンペン。で、ロンペを2回してくださいっていうのをロンペドゥって言っています。ロンペドゥ。はい、ロンペドゥが2回ロンペしてください。はい、ロンペドゥ。じゃあ、マルシェドゥ。マルシェドゥ。そうです、そうです。ロンペドゥ。ロンペドゥ。そう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 。マルシェ。マルシェ、マルシェって言った。これなんか、僕的には後ろ足で蹴っていきたくなるんですけど、そうではないですか。前足からなんですか。前、あ、実はそれも、国によってやり方が違ってたりしますし、はい、戦術として、後ろ足から行くと相手にバレにくいとか、実はある。相手を騙したいときは後ろ足から行ったりとか、距離感を変えづらくするために後ろから全部いろいろ組み合わせたりします。あ、攻撃の仕方いきます。攻撃の仕方は、オンガードしてください。オンガード、はい、手を前に伸ばす動作、これをアロンジェフラーって言います。これがつく動作。じゃあオンガードしてください。そこに足を追加します。次はファンデブルって言ったら、全部今ここに溜めてる体の、力を全部前に出します。ファンデブルって言ったら前に、つま先をここを上げます。あ、つま先上げる。で、前に伸ばします。かわいい。その時に後ろ足も蹴るといいですね。そうすると前に伸びます。はい、そうです、そうです、そうです。そう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 。オンガード、マルシェ、ロンペ、マルシェ、ロンペ、マルシェ、ドゥ。上手ですね。ロンペ、ドゥ、ロンペ、ドゥ、マルシェ、マルシェ、アオンジブラ、ファンデブ、ファンデブ、オッケー、オンガード。はい、ロンペ、マルシェ、マルシェ、ドゥ、ロンペ、ロンペ、ドゥ、アンジェブラ、ファンデブ、オンガード。
はい、OK です。面白いですね。はい、この動きを駆使して、実際にフェンシングの対戦をします。どうですか。あ、8対1できた感想、なんか違和感ない、でもなんかシュッとしてちょっとおしゃれん、紳士になった気持ちになるね。なんか、あ、悪いことできません。来た感想はある。え、ちょっと重たい。あちょっと重たい。そしたら挨拶の仕方を、教えますので、下に剣をこのように落として、でダスタンブレー、サリューって言ったら口元に剣を持ってきて相手に剣を向けて、はい、これで落ちてマスクをかぶります。あ、なんかいいね。違う国の言葉でこれ、はい、今から試合を組むんですけど、先に 5回相手より先に5回ついた方が勝ちです。どこでもいいです。頭のてっぺんから足のつま先までどこでもいいので、相手より先に、ちょっと1回ついてもらっていいですか。はい、このピンディオと鳴らしたら勝ちです。なんかしたらダメなことかあるのか、秩序を乱すような声をするハリオどうどうじゃあ、ラサムレーサリューお願いします。お願いします。じゃあ、オンガード少し離れてください。行くわ、はい、オンガードめっちゃ怖い。プレイ、あれ、あ、ちょっと待ってください。ちょっと早い、ちょっと早い。プレイ、あれでスタート。さっき走っちゃった。オンガード。プレイ、あれ。めっちゃ視界悪い。確かに。どうだった。いや、もう結構しんどいです。黒いから視界が悪くて見えなくて、見えにくいね。見えにくいです。このずっと中腰、まあでもこの前後の動きはすごく鍛えれそうじゃない。で、
攻防的にもこの下とか上とか散らす方法もやっぱ、うん、カポエラとかに通じるところがあるなって感じました。ラッサンブレーパリュー、はい、お願いします。でマスクをかぶります。これで僕が一発でも食らわせれたらどうしてくれますか。結構大変なことだ。プレッシャーなんですね。いきますよ、はい、プレイあれ、はい、同時得点になっちゃうので、結構0点で抑えるっていうのはすごい難しい。そうなんですね。100-0になることはないけど、ほとんどこの競技では100-0っていうのはないと思います。だからやっぱスポーツって面白いですよね。100-0になっちゃうと面白くないですけどね。このみたいな、なんか楽しめる競技なのかなと。あと僕がやっぱ思ったのは、この最初のラッサンブレサルとかこういう挨拶がなんかやっぱかっこいいなって、で僕も自分がカポエラをなんで最初かっこいいかなと思ったのは、やっぱそういう儀礼的なところがなんか違う異文化な感じがしてかっこよく思えて、でそれを改めてちょっと思い出した感じにしました。良かったです。ありがとうございました。そしたら今からフェンシングとカポエラの攻防の動画をちょっと作っていきましょうか。はい、はい、お願いします。一緒に頑張ります。はい、お願いしましょう。はい、お願いしましょう。お願いしましょう。一言。そしたら基本的に結構縦系の動きが多いってことですね。そうですね。攻め直線的な動きが、はい、こういう風な動きが多いので、足元とかも来たりするんですか。そうですね。作ることはあるので、そういう風に避けていただければ。うん、手自体もこうやって避けてもいいですし。あ、はい、今みたいに来たとしたら、ああ、結構入ってくるやつ。仲間に入ってこられたらもう剣心勝てないな。でもこういう風に突き吹くとかある。ちょっとそれもどうやってやるんですか。例えば今みたいにこの距離になったら、うん、こうやって、おこれかっこいい、かっこいいます、僕らのこれや。ああ、なるほど。すぐこれも使える。こういろんなやつある。はい、ぜひぜひ一回やる。一回僕が向けて、回転系とかってどうやって受けていくんですか。基本的に後ろに下がって受けるか、そうですね、まあ、下がって受けるの。じゃあ下がって受けて、その後の反撃が来て、うわ、すごい。こういうパターンなんですか。フェンシングのこれがかっこいいっていう攻撃の場合、一番入るのはフレッシュっていう技で、自分の体をこう、例えば僕が一回蹴った攻撃として、それが来て、これはいいと思う。そうですね。蹴りました、近づいて、ちょっと、息合わせるの水。攻撃よけ、攻撃よけっていうのがこう細かく入れ替わる系があった方がいいです。そう、
こういう、うん、こういう手が下に乗ってくる、うん、横とかっていうのがあるそういうことや、ね、で最後に、はい、はい、すごい、ね、こうやってやるんで多分しゃがんだ方が、うん、わっやられる確かにやった後やられる当たりにそわ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 こちら持ってる説明でもいいもう一回、あ、これか。そうそうそう。で、一回二回攻撃やったり、一回もう一回やって。え？二回やって三回に。あ、すいません。タイミングをずらされました。すいません。はい。で、どうか。ああ。フェンシング面白かった？どう？面白かったです。結構難しくて、でも思ったより本当に面白かった。うん、よかったです、よかったです。楽しかったです。このフェンシング習いたいなーなんて思う人はどうすればいいんですか？あのぜひ、石川県、石川ジュニアフェンシングクラブという、クラブチームで僕が教えてますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら、石川ジュニアフェンシングクラブの方までEメールなど、ご連絡お待ちしておりますのでよろしくお願いします。 YouTube の概要欄にもあの北斎さんのあ、はい、トラベルベンター北斎の貼ってありますんでそこから見てみてください。はい、はい、じゃあ今日は体験ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。フェンシング、まあ、どういう格闘技、どこから発祥の？カポエラはブラジルの方だったと思うんですけれども、はいはい、フェンシングって、ヨーロッパの方が発祥で、うん、まあ、あのフランスだったりとか、ハンガリーだったりとか、イタリアだったりとかそういったところから発祥したって言われてますね。で、昔、なんていうんですかね、騎士同士の、まあ、決闘とかそういったのが発生したものですね。まあ、ちゃんとしたスポーツとして成り立ってると思うんで、うんうんうん、この勝ち負けの勝敗とかってどういうふうにして成り立てるんですかね。はい、基本的には、まあ、予選とかトーナメントとかっていうのがあるんですけれども、はい、予選は5本勝負、先に5本ついた方の勝ちです。でトーナメント戦とかになってくると、15本先についた方が勝ちです。つくって別にどこついてもいいんですか？実はフェンシングって3競技あるんですよ。あ、3競技もある。そうなんですよ、そうなんですよ。でその3競技が、名前がですねちょっと変わって、名前とあとつく場所が変わってまして、うんうん、まず1つ目はフルーレっていう種目、うんうん、フルーレっていうのは上半身のここだけしかついたらダメです。ここだけですね。でもう一つは、エペっていう種目、これは全世界で一番人口が多い種目で、昨年東京オリンピックで日本のフェンシング界が、金メダルを取った種目です。あ、で僕もそれをずっと練習、やってまして、エペは一番分かりやすいです。相手より先にどこをついてもいいです。それこそ頭のてっぺんから足のつま先までどこでもいいので、相手より先につけば勝ちですね。で今日はワッチさんにはそのエペを体験していただきたいなと思います。はい、で最後にですね、サーブルっていうものがありまして、サーブルは、上半身ここから上、うん、全部どこでもいいので、それは突くんじゃなくて、切る種目です。あ、切るもあるんですか？そう、切るのもあるんですよ。それがサーブルっていう種目になります。はい、でこの3つがフェンシングの、3競技と呼ばれています。僕の知ってるフェンシングはなんか
ブルー、あ、違う、ジャッキーチェンがなんかスパルタン X とかでやってますね。そうなんですか。あ、古すぎて、ね、いや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 、そんなことないですけれども、見たことないなって。あ、はい、だそういう個性的な人とかっていたりするんですか、個性とか出たりするんですか。フェンシングはもう、あの、そうですね、人によってもやっぱり身長とか体格とかも全然違いますし、はい、それによって戦い方とかも違いますので、はい、身長が高い人は自分のリーチを生かした戦い方をしますし、逆に、まあ、日本あの身長が低い人はフットワークを生かした戦い方をするので、はい、人それぞれ戦い方に個性があります。はい、わかりました。先ほどフェンシング3競技があるって言ったんですけれども、はい、実はその競技によって剣が違います。でもう見たら分かると思うんですけれども、形が違いますね。これが、フルーレっていう競技に使う剣です。はい。はい、ちょっと持っていただいて。なんか、こっちから撮ったら多分一緒に見えるけど、なんか持ち手が全然違う。そうそうなんですよ。持ち手が違います。ここと、全部持ち手が違うのが面白いな。はい、ああ、すごい。なんか。そうなんですよ。でこれはちょっと持ち方も。どこ持てばいいか分からない。そうなんです。多分どこ持ったらいいか分からないと思うんですけど、こうじゃないですか。ここに親指がこう来て、で人差し指中指が下に来て、こうやってへピストルのように持ちます。ピストル型のグリップって呼ばれてます。面白いですね。これがフルーレって呼ばれてる剣です。うーん、あ、違う、フルーレの、フルーレっていう競技で使う剣です。うーん、はい、すごい。そんな感じですね。でこれがエペ、全身どこをついても、いい、先につけば勝ちの競技です。うーん、ガード、これガードって言うんですけど、ガードがでっかいです。どこついてもいいからってことですか。手元を守るために。手元を守るためにこれだけでかいガードがついてます。違いますね、多分。はい、持ち方で、これが最後切る種目ですね。一番あの剣っぽい、かっこいい。はい、これ全然持つあれが違うんですね。そうですね、そんな感じで。へえ、持ちます。不思議、なぜなぜこれだけ。これは、派生したルーツが、はい、まあ、ちょっと違うんですけど、はい、ハンガリーから派生したって呼ばれてて、ハンガリーの騎馬民族が昔馬に乗りながら剣を振ってた、でそれから派生したって呼ばれてるのがサーブリーです。へえ、はい、ありがとうございます。はい、ということで早速体験していきましょう。はい、はい、お願いします。